平成27年度から薬草栽培事業に取り組んでいる高浜町で、このほど薬草の活用方法を町民に知ってもらおうと、健康茶作りの研修会が開かれました。高浜町の生協公民館で開かれた研修会には、高浜町の職員と薬草事業の関係者などおよそ10人が参加しました。はじめに講師を務めた東京生薬協会の小谷総司理事が、生薬としての薬草の活用方法を説明しました。この後、薬草を使った健康茶作りが行われました。この日作られたのは、美容と成人病、そして高血圧が気になる人におすすめの3種類のお茶です。はじめに参加者たちは、味のベースとなるハトムギとエビスグサをフライパンで焙煎し、ヤゲンと呼ばれる伝統的な道具を使ってすりつぶしていきました。この健康茶作りは、平成27年度から薬草栽培事業に取り組んでいる高浜町が、今年4月に施行された国の中山間地農業支援制度を受け、薬膳としての薬草の活用方法を町民に広めようと、今回初めて開きました。青葉山に自生する薬草ですね、そういったものを保全するために、またそれを活用できないかというところで、東京生薬協会と、医薬基盤研究所と高浜町3社で、連携協定を結びました。これにより平成27年から薬草の栽培事業が始まったところです。はい、完成。この後、参加者たちは完成した健康茶を飲み比べ、味や香りの違いを楽しんでいました。高浜町では今後も東京生薬協会と協力し、一般に向けた健康茶の講習会や薬膳料理のメニュー作成などに取り組んでいくということです。